画面の前の皆様、こんにちは。村人 Q でございます。デッドバイデイライトサバイバーやっていきましょう。じゃあ、私そっちの方がいいな。ザリーナのところの方が。破滅。ああ怖いね。まだ残ってんだ。恵み壊す。破滅どこだろうね。まだ残ってる。あれだな、スマチャクうまく使っていかに板を節約するか、重要だね。わあ、めちゃくちゃ警戒してない？あ、いるのか。普通にやってるんだ。破滅探そうか。不死破滅ではないっぽいけどな。つきそう。OK。まやかしい。乗り越えてくる。いや、ここ強っ。板があれば一気にチェイスできそうな。よいしょ。さあ、追われたのはいいだ。2階では。あ、違うのか。ナイス。大丈夫それ。あ、大丈夫だ。ただ私もやばい。が、いや、まあもう破滅も壊れたし、いけるでしょ。
あれだね、やっぱあの出歯とかって、窓枠ないとやっぱ窓枠っていうかあの板とかね、だってうまく使えるけど、つくばとかあのスマチャクとかってなんか割といろんなところをチェイス保持にできるから強いよね。ないちないち、ただなんか一発捕まると終わりそうだよね。ナイスー、ほやいたって残ってますか。オーケー、やべー、殺されそう。肉壁に入ってくださると嬉しいです。あれ疲労なんだけど、私危ない危ないよ。死んじゃいそう。あ、もう少し向こうに指数関数か。発芽れる。興奮ついてない。逆側走れ、急げ、スマートな着地。みんな投げ払われちゃうぞ。大丈夫か、いいだ、いいだ、
まあ、逆側から逃げればいいか。いけるでしょう。多分知らんけど。あ、ハッチだ。さあ、ついでに破壊し、ダッシュー、つ、お、強力カテゴリーゼロなんだけど。久しぶりに見た気がするな。興奮、共鳴、まやかし、破滅と、いうわけで、はい、スマチャクいいよね。ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。